できない赤べこは赤べこなんですかね。ブライトリンクさんのサメべこフィギュアマスコット全5種で今回当たったのが青サメべこ。めちゃくちゃ可愛い。ミルクには作者さんの情報も載ってて、小原元志さんっていうデフォルメキャラが得意なイラストレーターさんだね。うわ、わかるわ。このデフォルメ感めっちゃ好きだもん。サメかける赤べこね。設定資料みたいなのに色まで載ってんのすごくない？めっちゃこだわって作りましたよっていうのが書いてあって、あの可愛いデフォルメイラストをここまで忠実に 3D にできるんだっていうね。この 2.5 等身ぐらいのデフォルメ感めっちゃ可愛いよね。色もすんごい綺麗だし。ただね、首振らないのよ。赤べこなのに。ここがね、動くのかなと思いきや。まあでも一回可愛いしね。結局赤べこも、じゃあ何回首振って遊ぶんだって言われたら、そんなに触んないと思うからね。でもこれ今回はいろんな制約があって、形状はこのワンタイプになったみたいなんだけど、いろんな種類のサメべこがいるんだよね。これ第2弾で出てくんないかな。かぶったガチャガチャをプレゼント。私、ヨコンが大量のガチャガチャを回す中で、かぶってしまったガチャガチャをみんなにプレゼントしようのコーナー。先週の当選者の方はこちら、おめでとうございます。これから発送作業に移りますので、今しばらく楽しみにしてお待ちください。そして、今週のプレゼントはこちら。応募方法は、概要欄の URL、もしくは TikTok プロフィールのこちらのリンクから飛んで、必要事項をご記入ください。チャンネル登録、フォロー、コメント、高評価などもぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。